フィルターになって起点になれて突破力とか言ったらさ、それ言ったらね、総合値一番高いダブルボランチの一角じゃないですか。 ゴレツカの優れてるところは足りないと。足りないところゴレツカ。でもほんと、ダブルボランチ、世界からいい選手2人選べって言ったら1人はゴレツカになりますよね。あのフィジカルとサッカー IQ と技術。フィルターになって起点になれて、前線にも飛び出してって厚みもつけれますからね。いや、ゴレツカの欠点なぁ。ちょっと僕じゃわかんないですね。なんかそれこそね、突破力とか言ったらさ、それ言ったらね、メッシュの空中戦とかさ、そういう話になってくるから、ね、チアゴシューバーの得点力みたいな話になってくるから、あれだけど。あのポジションに必要なものを全部持ってんじゃないですか今。 総合値一番高いダブルボランチの一角じゃないですか。ルカクコンテって守備こ叩き込まれたはずなのに、なんでトゥエルだったあんまりうまくいかなかったのか。ね謎だよね。ルカクだけプレスかけちゃったりとかね。ルカクプレミアビッグクラブ苦手なのかな。ユナイテッドの時もね、なんかルカクだけ孤立してるというかサポート受けてないみたいだったし。何時にスールシャルだしね。最初はもうオリンダだったけどね。ルカクはポジショナルプレー合わないのか。いやそんなことないですよ。コンテポジショナルプレーですし。ただポジショナルプレーってさポジションに基づいたプレーじゃないですか。なんであの監督によって考え方違うんですよね。あのボール基準にして。 相手基準にしてピッチ基準にしてとかその普通にフォーメーション説明するだけとかうちのスタッフもいろんなチームに見学行ったりとか僕も行ったりとか、まあ、今までのいろんなチームの監督さんのやり方とか全部違いましたから。